ドイツ一部ボルシア MG に所属する日本代表 DF 板倉クラコがインスタグラムを更新。オフショットとして高級会社の運転席でハンドルを握る一枚を投じると、大反響が寄せられ、板倉クラ選手の愛車ですかとんでもなく滑稽。といったファンの声が並んでいる。板倉クラは今月、日本代表としてワールドカップ二次予選の2試合、ミャンマー戦、シリア戦、 に望んだ後オフに突入。インスタグラムの最新の投稿では、イギリスの高級車ベントレートの写真2枚を公開し、ハンドルを握る横顔を助手席から収めた姿などが添えられている。絵になる光景に反響の声が続々。コメント欄には、板倉選手の愛車ですか海外生活やけど日本でも車持って半年な、とんでもなく活景、といったファンの声とともに、 FC 東京のグキハタノ号も生かしてるなぁ。と反応していた。27歳の板倉は欧州へ移籍した2019年以降、フロー人間、オランダ、シャルケ、ドイツ、と渡り歩き、22年からボルシア MG に在籍。2年目の今季は足首の怪我もあった中、リーグ戦20試合3得点をマークした。ボルシア MG では主力として評価され、 来期さらなる飛躍に期待がかかる。